さんこんにちは、ユリアと申します。それではペルソナ4続きからやっていきましょう。ボイドクエスト5章に突入します。死体発見者が現れた。どうする？戦う？逃げる？戦っちゃったよ。死体発見者を倒した。ミツオはレベルアップした。悲しさが5アップした。虚しさが8アップした。もう最悪じゃん。レベルアップって、嘘、もしかして強くなってるってこと？だからこんな SP 削られるの？先輩気をつけて、こっちヤバいかも。もう分かってるわ。じゃなかったらこんな SP 削んないでしょ普通。はい、6章へ向かう階段見つけました。もう SP がヤバいです。キャラ編もしたけど、キャラ編初期メンバーですね。じゃあ行ってみましょう。うわ、斜めってるな。違う違う違う、もうダメだ、心が病んでる。違う違う、あ、怖い怖いよ。ああ、え、今度は何？壊れたの？ゲームじゃなくて本人が壊れちゃったの？怖いんだけど、この先進むの。そしてボスと戦うのがもっと怖い。7章へ向かう階段、もうみんなやばい。 SP がない。 HP がまずい。ちえちゃんとくまちゃんがまずい。青い、おはよう。アスタリスク、昨夜はよく女の子が殺されたんだって。ん？昨夜はよく女の子が殺されたって意味わかんないんだけど。アーケードの音があんなにすごかったのに、パトカーのカフェでコーヒー買ってきて、意味わかんないの。お金は安心して立て替えて、気がつかないで、出歩けないわ。ひらがなだけって難しいな。聞いた？おはよう。物騒に遅くならないようにね。安心して気をつけてね。もう文章がややこしいな。何なんだろう。何か支離滅裂になってきたね。そう、漢字入れてくれるのがいいな。よく昔のゲームひらがなだけで私やれたな。言っちゃってる系ってやつ？うー、ちょっと怖くなってきちゃったよ。私ちょっとどころじゃない、もうすっごい怖い。帰るか、もうクマもダメ。クマ、クマちゃん言ってるから帰るか。あるよねアイテム。でもこんなにたくさん取りました。あとで全員集合した時にレベルも見せます。大丈夫じゃないよ、もうつらいよ。はい、皆さんのレベルはこんな感じになってます。どれだ、これでいいのかな。あ、装備じゃない、ないステータスか。こんな感じです。陽介だけ39、バラつきが半端ない。確かに今回のステージだとゆきこちゃんとかんじくんとくまちゃんが結構いきそうなんですよ。ちょっとこの2人がな、すぐクリティカルヒットされちゃうので。でも陽介だけ40に上げておくか、なんかかわいそうだもん。次回上げとくね陽介。私は帰るわ。家に帰ろう。あ、そっか、クマちゃん一緒に帰るのか。おかえり。ただいま。今日の冷蔵庫は？
ホームランバー、夏らしい食べよっか。でもまた奈々子ちゃんのって書いてないかな。さっくりとしたバニラが絶妙な味わいだったが、当たりは出なかった。どうしたの？一緒に話そう。うん。今日は話が進んでくれ。あ、進まない。あれ、おー、ちえちゃん、武器屋さんの前で何やってんの？あーす。そうだね、ちょっと息抜きしよっか。行こう行こう。セミの音聞くと夏が恋しいな。惣菜大学、今日の特訓を終え、ちえちゃんとやってきた。ここのビフテキ串食べたことある？値段の割に肉柔らかくて美味しいの。実は牛の肉じゃなかったりしてね。じゃあビフテキじゃないじゃん。なんて、うわ、怖いこと想像しちゃった。何、警察？っやっぱりこの店、肉を偽装？え、私たち？え、僕たち万引きとかしてませんよ。そしてお店の評判を低くするようなことも言ってませんよ。はい。肉なら今日はまだ食べてません。最近この辺りで学生グループによる恐喝が多発してるらしくてね。ん？幹事くんじゃないよね。怪しいやつとかないか気づいたことない？まあそういうの見てないよね。被害に遭わないようにってね。肉じゃなくてよかった。まだそっちの方がいいよ。にしてもカツアゲ、弱いものを脅してたかるなんて卑怯すぎない？確かに、ほんとひどい、つーかアホ。ねえ、それ聞こえてんじゃないの？もしかしてそういう人がいたら。んなやつと捕まえて正座させてやるね、リーダー。当然だ。もうペルソナ4の主人公は正義の味方。全部強気でポジティブでいこう。悪党をなぎ倒し弱い者を救い、一人立つは美少女格闘家、その名は里中知恵。まあ、まだ続くの？町の平和を守るため、今日も人知れず戦いへの場へ赴くのであった。もう小説書こうよ。いいね、すっごい燃えてきた。心配だよ。それは音もする。サポートさせて。おお、そうか、そう来なくっちゃ。どことなく恥ずかしそうだ。ランク6。よし、まずは食べよ。考えるな、感じろってね。むしろ食べろかな。それよく戦闘中にも言ってるよね。またね。あ、帰ってきた。ただいま。
あ、そういえば皆さんにお伝えしてなかったんですけれども、マーガレットお姉様のクエストというかお願いで、例えばディアを持ったジャック・フロストが欲しいっていうペルソナをどんどん合成とかいろいろしてった結果、ランク7まで上がりました。まあ次のお願いが大変なんですよ。今まではどっちか持ってて片方持ってない方が多かったんですけれども、今回はどっちのペルソナも持ってないので、お金を貯めつつレベルを上げつつお願いをクリアしていこうと思います。じゃあ今日は本でも読もうかな。待てよ、バイトができるかも。うん、わかったわかった、それいいよいいよ。じゃあ折り鶴、寛容さが高まった。また折り方わかんない。深呼吸、まだ出来上がんないか。あと 2,3 回で終わるかな。8月3日はあのマネキンくんを助けるか。今日で中間のボスまでは行けたらいいなと思っております。それではレベル上げ行ってきます。なんとリセちゃんから扉の向こうに何かいるよ、準備はいい？と来ました。もうこの回ふざけんなっていうくらい大変でした。なんか前に進もうとしたら後ろに戻ったりとか、右に行きたいのに左に進んだりとかという、鏡の世界の回でした。マネキン野郎ふざけるなよ。シャドウが現れた。こいつ逃走するやつなんだよね。また逃げてくれないかな。普通に戦うのか。うわ、召喚するなよ。嘘、不意打ち。なんで白と黒、闇と光属性を呼んじゃったじゃん。次は仕留めるクバ。しかも強っ。アナライズ勝てる相手だね。疾風属性に効くよ。風弱いのか。じゃあ黒は残りに、うん、これはいける、きっと勝てるよ。何を根拠に言ってんの。風が弱い。え、じゃあ白、うん、この敵は疾風属性に弱点だね。入るか。じゃあアタックはなしで魔法攻撃で、はい、倒せない。属性を主人公に向かせましょう。うわくっそー、今持ってるのは炎攻撃か。疾風属性あるのはマハガルとか。ん、まさか持ってないとかないよね。ガルーラ、やばい、もしかして持ってないんじゃ。ガルーラは全体攻撃ないんだけど。やばい、ない。もう単体だけどしょうがないか、それを選ぶしか。マハジオンガとブフなんだよね。ブフーラ、まあこれでいっか。が弱いんだっけ。止まっ、ボロボロすぜ先輩。こっちも風弱いとかないかな。
強。これもしかしてさ、強い相手じゃないよ、負けないで。アタックがしていたりとか。そんなことない。やべえ、死ぬ。ちょっと全員回復。え、ゆきこちゃん全員回復ないの？あ、全員回復だけど、召喚はないよりかマシか。我ら何時、じゃあアタックで。うめえ。他何を試してないんだっけ。強い相手じゃないよ、負けないで。光か、反射とかないよね。反射したら瞬殺なんだけど。じゃあさっきのに戻すか。ウドン、マハンマ、マハンマは一体か。どれが使えるんだ。ウドン、あれどれが一番いいんだ。あ、これだ。光で死んでくれるか。うわ、ブロック。まあ跳ね返せるよ、まだいっか。何？敵が増えたの？もうやだ。行きなさい。アイテムでさ、風の攻撃とかないかな。風風風、あ、あるじゃん。あ、これよりもっと強いのないのかな。まあ、やらないよりかはマシか。ちょっと気絶してる間にこっちを倒そう。今残り2体を投げるな。そしてガルーラを持ってるものに直す。今度これでいいや。あー、ギリギリ。お疲れ。でも結構もらえた。レベルアップしちゃった。あー、あと1個か。あと1個で全員攻撃、攻撃じゃないや、回復ができる。これ中間ボス？そしたらやばくない？もっと強くなんなきゃダメじゃん。お疲れ様。大丈夫じゃないよ。やっと上の階段見つけた。マネキン野郎、一発殴らせろ。七章ほんと大変だったよ。わっはっはっは。腐ったみかんの分際でわしに歯向かうとはいい度胸だ。モロキンかな。モロキンが現れた。どうする。もう戦うじゃなくて殺すになってんじゃん。あ、殺しちゃった。うわぁ、そのまんま来ちゃったよ。レベルアップ、注目度が16アップした、話題性が17アップした、かっこよさが3アップした。ポジティブになってる。怖い。何これ、注目とか話題とか信じらんない。かっこいいとか何よそれ。早く行こう先輩、とっ捕まえてやんないと。もちろんだ。急所へ続く階段。おお、勇者三つ王、見事であった。そうなったの、そそそそそそうなったの、のののの、またバグってんじゃん。僕には何もない。
ボボボボボボクククク222わわわ7もうダメだ壊れたよ。先輩近いよ気をつけてね。でももう SP と体力が体力あっても SP がないんだよ。今日は引き上げよっかちょっと。だって陽介だって上がったよね。あ、上がってます。こんな感じです。で、今日は帰りましょうか。じゃあ今日は陽介と過ごそうかな。よっ。もうめっちゃ疲れてるよ。もう息抜きに出かけよう。よっしゃ。静かだね、今日は。軽く食べに来た。わあ、これ普通の会話っぽいな。あ、じゃなかったわ。またあんたたち？今日は何？なんで勝美は休めてうちらはダメなわけ？言いがかりだな。前にあんたに言ったじゃん、うちら土日はバイト入れないって。バイトっていうのは土日やるもんじゃないのかな。だから断ったらやっぱクビとか言われて、ちょい意味わかんないんだけど。あんたたちが言ってんのが意味わかんないな。俺は一応チーフに伝えましたけど。それよか先輩ら、最近無断欠勤とかしてないっすか。もうマジダメだなこの女。あれはたまたま忘れて。たまたまね。ていうかそれ今関係ないでしょ。どうしてくれんのよ。デートあんだけど。もうデートなんて断っちまえ。和美だけ休めるとかさ、ひいきすぎだっつうの。それはさ、なんか特別な理由とかあったんじゃないの。それが和美って子がさ、普段自分が本当は働けないんだけど働いて、シフト入れてない日でも働いたから、もう休んでもいいんじゃないというストップがかかったんじゃないのかな。ああ、これは。女たちもうやめてくれ。そうだよ、関係ないよ。他の従業員にもひいきさせるよう言ったんでしょ。店長の息子だからって何やってもいいわけ。で、サキが死んだら今度はカズミってさ。言っとくけどあの子彼氏いるし。サキだって嫌がってたよ、そういうのわけわかんないとか。マジうざすぎ。うちらサキから話聞いてるんだから。サキってああ見えて、もう主人公殴りにかかっていいよ。黙れ。お前らに何がわかる。そうだ、陽介も言ってやれ。ギャーギャーうるせえのはお前らだろ。あんたらに小西先輩の何がわかんだよ。あの人はな、あんたらみたいな中途半端な気持ちで仕事してなかったよ。適当に見えてても真面目だったよ。口は悪いけど優しかったよ。俺のこと嫌い？知ってんだよそんなの。もういねえよ、置いてかれたんだよ。ほっとけよ。小西先輩のこと何も分かってないくせに。くそ、意味わかんねえこと。グダグダ言っちゃった。もうあやねちゃん時みたいに抱きしめろ主人公。気持ちはわかる。経験したことないけどさ。なんで俺がわかんないことかお前にわかんだよ。うわー、失敗した。
いいよ、みっともないとこ見せて。親友じゃん。ありがとな。ランク7。戦いへの意志を固め、決意か。重大なバッドステータスを直してくれる。本当に期待してるよ。嫌だけど嫌だけど、親父んとこ行ってくる。あの二人このまま辞めちまうだろうし、報告して謝んねえとな。なんだろうな、俺が何したいんだろう。いつでも相談乗るよ。去り際の言葉もない、なんか悲しいよ。おかえり、お兄ちゃん。ただいま。もうコミュニティになる人さ、みんな深い悲しみ持ってんじゃん。じゃあ今日こそ、いけるか。お、いける。じゃあお兄ちゃんは清掃のアルバイト行ってきます。ここでも新しくコミュニティが誕生するんだよね。怖っ。稲葉市立病院か。病院前廊下。消灯後の静まり返った廊下で清掃をこなした。怖っ。怖いよここ。廊下の奥から何か聞こえた気がした。夜の病院と学校ほど怖いものってないと思うんだよね。聞かなかったことにし、清掃を続けた。勇気が高まった。あ！なんだ君は。仕事が終わったんならさっさと帰りたまえ。医師とナースの会話が途切れ途切れに聞こえてくる。見回り後、空き病室。なんか美人って言おうとしたけど、なんか通称というかあだ名愛人とか呼ばれてそうな感じの人が来た。かわいい。今日から入った学生さんね。はい、黒宮ゆりやと申します。今度いいことしてあげる。マジっすか。じゃあまた。しかもフルボイスで来るとは思わなかったわ。今ナース帽ってないんだよね。アルバイトを終え、家に帰ることにした。え、ちょっと待ってよ。コミュニティは？看護師さんのコミュニティ欲しいんだけど。あ、先輩。もう疲れてるよ。やっぱ顔にスカレーが出ちゃってんのかな。そうだね、明日から頑張ろっか。はい。中央通り。アイヤで食事をした後、リセちゃんを送ってことにした。ちょっと味濃かったけど美味しかった。おばあちゃんのご飯味薄いんだ。お豆腐メインだからヘルシーだけど、でも美味しいよね豆腐料理って。豆腐ハンバーグとかゴーヤチャンプルとか好きだよ。まあ、あれはゴーヤがメインかもしれないけど。え、あれファンとか追っかけじゃないの。主人公リセちゃんを背中に隠してゆっくり豆腐屋に入るんだ。
や？やばい、マスコミが現れた。もしかしてストーカーとか。記者がストーカーになっちゃった。手を取って逃げよう。大丈夫？近づかないようにして様子見よ。じゃあまずはこのブロック塀に隠れて。けどあの人どっかで。もう勇気ある行動だね。嘘。あら、お知り合いですか？なんでこんなところに。事務所とはちゃんと話してあるでしょ。今日は僕個人が納得できないから来たんで。何があったのかな。藤川理瀬のマネージャーとして今まで見てきて。マネージャー。私は今タレントじゃない。もう生活時間をマネージャーに管理されてない。帰って、帰らないと警察呼ぶ。もう大変だな、芸能人もマネージャーも。もう一度考え直してくれないか。あの映画、僕は藤川理瀬しかいないと思う。映画？君のファンだって楽しみにしてたし。これ以上まだ私に何か演じろっての？じゃあリセチーを生み出したのってこの井上って人なのかな。とにかくもういいの。芸能界とかそういうの全部もういい。私高校を卒業したら彼と結婚するんだもん。彼？ちょっと待って、その彼さ、主人公って言わないよね。マジか。休業って言ったけど決めたの。もう復帰とか絶対ないから。ちょっと巻き込まないでよ。マスコミがうちにも来るじゃん。おっちゃんにもななこちゃんにも迷惑がかかるんだよ。明日の名前リホンだわ。まあどちらも否定しないわ。それは話は合わせましょう。リセちゃんのためだ。そうです、僕はリセちゃんの外見だけじゃなく内面に惹かれたんです。だから高校を卒業したら結婚します。僕このお豆腐屋の豆腐屋を継ぎます。婿養子になります。はい。ほら言ってるでしょ。してないような気がするな。井上さんというリセちゃんのマネージャー、娘さんが私と同い年だとかで私のこといろいろ心配してくれたの。もう今の私には関係のない人。先輩、あの先輩ごめん。気にしてないよ。嘘だったのか。まあ気にしてないよ。僕は寛大だからね。先輩。大人？そんなことないよ。いいか。もう甘えちゃえ甘えちゃえ。ほっとした安藤か、照れくさそうに笑っている。4か、少ないのかな、もしかして。まあ、多分あのメンバーの中では少ない気がする。
もう少し先輩といたいけど、今日は帰る。またね、先輩。ただいま。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。